はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、デッキ紹介やっていきたいと思います。今回103回目のデッキ紹介で、青緑のデッキになります。はい、で本当はね、調査員とかも紹介したいんですけど、横にねこうあるんですよ、調査員とか。はい、まあ、ここら辺は、多分この週末とか多分そっちの方で紹介していきます。もう少し調整したいっていう感じですね。で今回紹介するのが青緑で、最近上げているあのスカイプ対戦とか、まあ、対戦動画で使用して、まあ、本当はねあのガルドとか入ってたんですけど、ツイッターで上げてるバージョンは、やっぱり邪魔だと感じたので抜きました。でこんな感じの、40枚のデッキ構成ですね。でアルティメットが3枚だけのリフシードラが3枚、ハスタークが2枚と、リフシードラ、スピリットのリフシードラ、一応制限なんで1枚だけ入ってます。そして、テコスがアビスシャーク、放熱でアトライアハイドラ、ビアーキでウバタマですね。そして細赤クワガが2枚の、スピリットですね。でブレイブが、カノプスが3枚だけ、そしてマジックがストロングドロー、スワローテイル、絶好が2枚でグリードサンダーが1枚でネクサスが、海底国の秘宝が2枚と、戦場に築く命が3枚の合計40枚のデッキ構成になってます。で、まあ、青緑なんですけど、アルティメットバトル07で、ここら辺ですね、ここの、15枚とリーフシードラと、カノプス、はい、グリードサンダー、ここの枠が全部07なんで、まあ、診断をね買い続けていればここら辺は揃うんで、あとはなんだろう、ここの汎用性の青のマジックとかを入れれば、まあ、デッキが完成するかなっていう、まあ、非常になんか作りやすいって言えば作りやすいデッキになります。はい、まあ、ここら辺がねリーフシードラとか、アビスシャークのシングル値が高いっていうのがあるんですけど、まあし診断のカードなんで、まあ、出回ってるのかなっていう思います。で、まあ、改めてなんですけど、アルティメットリーフシードラ、効果8コスの、緑が、4の、緑が2の青が4の軽減ですね。でシンボルが青と、アルティメットのダブルシンボルで、召喚条件が青か緑のスピリットが2体です。はい、青か緑のスピリットが合計2体以上の、召喚条件。で、アルティメットトリガーで、ヒットすると相手のバーストを破壊して、ライフに1つダメージ。まあ、破壊 C なんで、まあ、バースト破壊できなくても、とりあえずヒットしたらライフに1点ダメージを与えられると。で、ライフが3以下の時クロストリガーでヒットすると7コスト以下のスピリットとアルティメットを破壊する。でレベル3の、レベル5の時に、マジックを使えないですね。はい、っていう、アルティメットになります。でレベル3の時に、アタックしたいんですけど、9コストが必要になってくるんで、このデッキは、カノプスをプレイして、まあ、カノプスの合体アタック時の効果でレベル最高にして扱う。なので、こいつをレベル5にしてアタックしに行くと。で他の、レベル上げ方法として、まあ、緑が入ってるんでコアブーストですね。はい、まあ、低コス関連でコアブーストできるのが、アビスシャークと、ビアキー。ここら辺がね非常に強いと思います。はい、まあ、ビアキーが、核人化異号が出れば、その同じコストのスピリットバターアルティメットを破壊すると、まあ、アルティメットに触れるコスト3の低コス、はい、まあ、特にこのリーフシードラが出た時とかは、8コスの、スピリットアルティメット、最近ではローゼンベルグ、あいつが確か8コストで、ミラーマッチ あのリーフシードラも8コストですし、フォーミュラーとか、アルティメットザンデミリオン、あそこら辺もね、あの後出しで破壊することができます。でさらにアビスシャーク、フラッシュでこいつを疲労させることで4コスト以下を破壊して、ラッシュ緑で1コアブースト、はい、することができます。はい、で最近あるあの青緑の、召喚時封じがアトライアハイドラと、ウバトマンですね。はい、ここら辺で召喚時封じていきます。で、まあ、ミラーマッチになるんですけど、まあ、相手がリーフシードラを使ってきたときに、まあ、バースト使えない、マジック使えないなんで、神速持ちで放熱が3枚と、細赤クワが2枚入ってます。まあ、放熱はねそのミラーマッチとか関係なしに、まあ、青緑には入るよねっていうね。はい、核人持ちの、神速で、神速で出たときに、2ドローして、1枚捨てると、青ラッシュで。はい、で3コストの軽減が緑1個の青は2個なので0コストで出てきます。はい、最速ね。で細赤クワガ、これブレイド G か細赤クワガなんですけど、僕のデッキの場合はアルティメットがリーフシードラしかいないので、まあ、ブレイド G をね、入っていても、まあ、どうせ多分軽減はできないだろうと。はい、リーフシードラがいないと軽減ができないんだったら、はい、こっちの細赤クワガがいいのかなっていう、ね、ワンチャンこの、
トリガーも防ぐことができるんで、まあ、デッキがあのトリガーカウンターが、このスワローテイルだけなんで、まあガード要因に2枚追加してます、はい、で、あとのスピリットをここですね、はい、ハスタック異号持ちの9コスト、はい、これがいるのかなって、まあ、異号関連で言えばこのアビスシャーク、アトラビハイドラ、ビアーキーが異号ですね、はい、異号がアタックするときに、相手が手札を1枚捨てないとブロックできないと、はい、あのザンデミリオン的なやつですね。そして異号がダブルシンボルに変わるよっていうスピリットです、まあ、9コスト結構重めですよね。であと注意なのがビアキ、ビアキ自身が出た時に、まあ、自分自身に対して異号が出た時の効果は使えないって書いてありました、ウィキ参照ですね。1月の20日現在確認したところ、ウィキには自分が出た時に自分自身の効果で破壊と、ラッシュ緑は発動できないって書いてありました。そこら辺ね、ちょっとみんな確認していただきたいと思います。であとはマジック関連が、グリードサンダーと、絶好表示、ここら辺は防御カードと、ドローカードにストロングドローとスワローテイルですね、まあ、デッキによって、スワローテイル握っておきたいんですけど、まあ、序盤の自己回避 で、はい、であとはあのトリガーカウンターで、3枚、まあ、緑があの少なからず入ってるんで、まあ、スワローテイル打ちたくても打てないっていう状況があるんですよ、まあ、そこら辺がねちょっと若干きついのかなって。なのであの診断のトリガーカウンターに変えてみてもいいかもしれないんですけど、まあ、スワローテイルの枚数は減らしたくないので入れ替えるんだったら、まあ、グリードサンダーあたりかなって思います、はい、で最後にネクサスが、命、はい、ここら辺でねあのコアブストできるんで、まあ、コアを犠牲に、ドロー枚数を稼ぐと、あとは海底国の秘宝ですね、はい、軽減加工と、はい、あの捨てる枚数のマイナス1、アタックステップ中のマイナス1、主に捨てるのが放熱かな、はい、放熱と、合体アタック時のアビスシャークの捨てる枚数をマイナス1してくれます、はい、まあ、それとあの手札保護がついてるんで、相手のリーフシドラに対しての手札保護とかも、はい、可能になってます、はい、ということで今回は青緑のデッキ紹介でした。